はい、火曜日21時になりました。ジャストタッパートという名のラジオ、今週も行ってみたいと思います。本日は村上製作所の提供でお送りしていきます。はい、この番組はね、低濃度オゾン発生器トレールフレッシュで、この部屋がね、すごい、綺麗な空気になっております。コロナ対策万全で、今日はもうお送りしていきたいと思います。まず今日はね、最初にドドンというニュースがございます。ドドンは来たや。さあ、じゃあドドン来た。アズーリプロレス祭り来た来た来た。アズーリ FM のね、開局1周年記念のね、プロレスイベントな。この場、アズーリ FM ではね、プロレス団体がたくさんね、番組を持たせてもらってるんでね、その団体が10団体ぐらいですかね、集っての、10月10日日曜日、15時から新木場ファーストリングの方で、大会開催ということで、なんともう超 VIP 席すでにソールドアウト。あのね、指定席プラスグッズが1から5までついてる、超 VIP は完売だけど、まだ VIP 席ございます。これグッズ1から4まで、ね、この特製グッズがついてくる、この大会記念 T シャツなんかもね、この各団体のロゴ入りのシャツがついてくる、チケットグッズ付き、これは早く買わないとなくなってしまうかもしれないわけでね、なんといってもこの 10団体にシーロハと10団体もう出た、団体ロゴが出ましたが、フリーダムス、ウェーブ、アクトレスガールズ、マーベラス、ダイニオンプレス、ジャストタップアウト、バサラ、ピュアジェ、トラディション、シークレットベース。はい。一個一個ドドンありがとうございます。はい、全団体が出る。ちょっとしたね、これね、プロレス、プチオールスター戦みたいな形になると思いますんでね。交流ある団体もない団体もありますが、で、ほぼ交流あるかな。はい。一体どんなカードがね、組まれるのか。ほんとこの、鳥越アズーリ FM でしか見られないドリームマッチを実現。はい、書いてることを読んでるだけなんですけどね、まだマッチメイクとかね、これからね、各団体で協議して、本当にドリームマッチが実現したらいいなと思っておりますが、せっかくなんでね、いい交流ができたら、良き大会になったらいいなと思います。10点10ですよ、皆さん。お忘れなく。はい、ということでね、じゃあここからはジャストタップアウトの話に行きたいと思いますが、いよいよ明日、明後日、2日後、まあ、8月はね、今日で終わりますが、9月入ってすぐ、9月2日、木曜日、ジャストタップアウトね、後楽園大会がございます。ポスター出ますか？ドドン。はい、9.2 後楽園ホール、大会名、夢。まあ、毎年ね、9月後楽園、これも3回目になるんですけどね、みんなの夢を叶えようっていう大会なのですが、まあ、今回は、ほぼ、準決メンバープラスレギュラーメンバーのみの大会となるわけですが、まあこのポスターに載ってない人間が隣にいますが、レモンちゃんです。違う、後楽園でデビューするレモンアミサです。違う、シャツがすごいよね。なんかジャストタップアウトのね、公式ツイッターの方でのインタビューの時はね、エビってシャツ着てる。エビで、今度はレモン、その次何が来るんだろうな。バナナとかカニとか来そうだよね。うん、毎回その何着てくるかちょっと楽しみなんだけど、じゃあ自己紹介からいってみよう。はい、9月2日にデビューさせていただきます、ブルドーザーアミサと申します。よろしくお願いいたします。ブルドーザー、レモンではなくまさかのブルドーザー。いや、これはね、まあブルドーザーっぽいもんな。うん、まあ、これなんでブルドーザーかというとですね、ちょっと練習に向かう途中ね、リングネームどうしようかってこう、まあ、私が運転してて、後ろにアミサがいて、なんかイメージ的に黄色似合いそうだなみたいな話してた時、たまたまこう横見たら重機がダダダダッてなんて、おクレーンブルドーザー、おブルドーザーでもう即決、もうブルドーザーアミサでいいんじゃねえのっていうことになりました。はい、どうこのリングネームは。正直最初はすごい違和感があったんですけど、でもなんか最近はちょっと馴染んできました。一周回ってよくなったよ。そういうことなんだよ。ファイヤーも同じだったんで、ファイヤー克実も最初は、ファイヤー克実って思ったらしいんだよ。だけどだんだんなんか、あれなんかいいんじゃないのって、今じゃしっくりきてね、もうすっかりファイヤーって覚えられてるからね。
大事だよこれ。もうあの、はい、ブルドーザーだよ、忘れないよ、はい、ブルドーザーで、しかも黄色い格好で出てくるんですよ多分ね。でダダ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 って入ってくるんだろ、きっとインパクトはすごいよブルドーザーミサ、ね、でまああと2日後にデビューするわけで、まあ今日もねあの最後の追い込み練習があったわけで、うん、まあちょっとね今日動きを見た感じはまだまだ不安要素があるけど、まあデビュー戦なんてそんなもんだから、まあ思いっきりやってもらいたいけれども、結構緊張しいか。そうですね、うん、緊張しいはね、あのいい方に行く場合と悪い方に行く場合だから、あの緊張がいい方向に行けばいいんだけど、悪い方出るともうガッチガチになっちゃって、全くこの本来の練習してきたものは出せなかったりするから、それはもう開けてみないと分かんないけど、じゃあこれ先輩の稲葉友から最高のアドバイスをもらおうか。でも自分も緊張めっちゃしちゃうタイプなのであれなんですけど、まあいつも練習でしてきたことをちゃんとすればできるんじゃないかなと、ちゃんと偉そうにって思います。だって全くありがたくないアドバイスを頂戴いたしましたが、まあそんな感じでね、あのブルドーザーアミサ、まあ、ジャストタッパーとガールズの中ではでかいごつい、みんなねちょっとちっちゃかったり細身の中で、あのドーンとしたこうパワー系の選手初なんでね。でデビュー戦相手が同じく重機のような、ね初代クイーン静川明、まあね彼女は所属ではないんですが、ジャストタッパーと旗揚げからね、ほぼレギュラーで参戦してもらっていて、まあアミサとやるならば一番いい相手だろうということでね、うん、重機対重機みたいな感じでね、体格ではね、まあ向こうの全然大きいから思いっきりもうかましてやればいいと思う、ぶつかっていけば、はい、トモカなんかに思いっきりかましたらトモカのポーンと飛んでっちゃいそうだけど、静香は多分飛んでかないから、うん、まあでも練習で結構激しくぶつかり合ってるような、吹っ飛ばされてるような。エキシもやります。あそうか、はい、横浜でそうだ、唯一のエキビショントモカとやったんだ、忘れてた。あの時吹っ飛ばされた、飛ばされましたね。飛ばされたのか、はい、でも当然蹴りは使わなかったんだろ。そうですね。そうか、どうトモカと、あれ5分間か、5分間エキシビションやってみてどうだったの。いや大したことない。いやそうなんです。いや、ね、きつかったですよ。いやなんか5分っていう短い時間だったんで、もしかしたら、うん、ちょっと10分あれば勝てた。いやもしかしたら勝てるかなって思ったんです。時間短かったんで。おでも短かったから、なんか5分だったじゃないですか、うん、普通試合って 10分15分ってあるじゃないですか、うん、だから5分なんでちょっと短いんで勝てるかなってちょっと思ってたんですけど、時間がちょっと足りなかったから倒せなかったけど10分あればこんなやつ余裕で倒せたっていうことだな。いやそんなに大した自信だな、大変スタミナないくせに、はい、すぐ疲れちゃうじゃないか。トモカはアミサと5分間やってみて。そうですね、やっぱりそのガールズにいない体格、すごいがっしりとした体格を持ってるので、うんまあ、まだちょっとなんかなんていうんですか、細かいとこ言うとまだなんていうんですかね、なんていうんですか、ちょっと雑な部分とかが出ちゃうところもあるんですけど、その体格を生かしたらすごいいい選手になるんじゃないかなって思います。自分の体格を生かして試合する、まあ、生かしきれてないんだよな。そうですね、うん、でなすぐ疲れちゃうもんな、はい、あ体力はやっぱ大事か、そこが難点だよな。あのもっといくら動いても疲れないスタミナをつけないと、はい、でデビュー戦の相手は雫秋だからね、うんはい、でかいごついパワーもあるテクニックもある当たりも強いからな、はいうんまあやるからには当然ね勝ちに行ってもらいたいけれども、はい、勝てる？いや勝ちたいんですよ。勝ちたい。勝ちたいんですよ。勝ちたいんです。勝ちます、はい。ぶっ飛ばすぐらい言わなきゃダメだよこれ、うんはい。そうか。ちょっとおとなしめだよな。うん、レモン。レモン。おとなしい。もっとねガツガツ言って自己主張しなきゃダメだよプロレスだってのは、はい、じゃないと止まっちゃうよ。全然ブルドーザーじゃなくなって、はい、下手したらもう次の大会からレモンアミサになってるかも、ね、変わっちゃう、うん、ブルドーザーからレモンに降格、それはダメです、うん、すごい一気に弱そうになるよね。それはダメです。まあとにかく
デビュー戦は一度きり、しかも後楽園ホールでデビューできるわけだから、はい、もう悔いの残らないように全てを練習で培ったものを全て出せるように頑張りなさい。はい、頑張ります。よし。そして稲葉友香、はい、2代目クイーンになって2回目の、ああそっか、しリズムと防衛戦やって2度目の防衛戦にして、はい、ある意味最強のチャレンジャーがやってきた、ね、デビュー5月にデビューしてここまで無敗で突っ走ってきた、ね、先輩食いしまくって、神楽美沙相手にデビューして、神楽美沙、柳川澄香、そしてリズムまで、うん、まさかのリズムまでやられてしまったわけで、はい、びっくり、一気にランキング3位まで上がってきて堂々挑戦表明で、先日ね、初の最初で最後の前哨戦でぶつかってみて、はい、初め、まあ、練習ではねちょいちょいねいろいろ一緒にやってきたかもしれないけど、やっぱ試合で当たるとはまた違うと思うんでね、うん、じゃあその試合で当たってみての感想を。感想、やっぱでもすごいなっていうのはもう戦ってすぐ思いました。何が、え、葵がすごいなって。どういうとこが、どういうとこが、うん、何がすごかったの、え、なんていう、実力と言いますか、なんていうんですかね、技なんかバカにしてるしか見えない。いやいやいや、ほんとすごいな、なんていうんですかね、やっぱりまだ2年組は、うん、まあ、自分と試合してみてまだ、うん、なんていうんですか、自分はもう まだなんか、なんていうの、まだっていうか負けないっていう気持ちが強い。余裕があるけど、はい、葵だと余裕がない、やばいかなっていう焦りはちょっとあるなと正直思ったんですけど、でも自分もクイーンに対してはもうすごい気持ちが強いので、うん、もう なんていうんですか、辛いことも乗り越えてきて、でやっとクイーンになれたので、ここでクイーンを落とすわけにもいかないので、必ず葵に勝ちたいと思います。うん、じゃあ勝ったら、はい、なんかやりたいことがあるとか宣言してたけど、まあ、やっぱ何、勝ってないけど、勝ってないけど言えることなら、いや勝ちますか。言えることなら言っとけ。勝ちますんで、うん、まあクイーンになったらいろいろとやりたいことは何個かあるんですけど、うん、まあその一つは、一つなんだ、言っちゃうのか。なんだ、言えることか。勝つんで、勝つんで言いますよ。勝った手で、うん、このラジオ一、うん、人で配信配信したいと思います。やっぱりそのともかは喋るのが苦手なんですけど、やっぱそういうのも苦手克服と言いますか。おー、よく言い切ったな。で、まあ、ちょっと今まで一人で配信してみるかっていうのあって、ちょっとえーってなってたんですけど、まあでもここはあれだよ、ポコちゃんの配信と違うよ。そうです、ね、コメントないからな。コメントないんですよね。一人でずっと喋んなきゃいけないんだぞ。はい、お、言ったね。したらもう、もしこれ防衛したら、はい、じゃあ一人で枠あげるから、一人で一人稲葉友香の独演会やっちゃおうか。はい、いいよ、勝つんで。あ、そう言ったね。はい、もう引き下がれないよこれ。負けたらじゃあ葵が一人でやればいいと。いや勝つんで。そう、はい、他に何かやりたいこととかそれはまだ言えない。まあまだそこは勝って、まあ、勝つか分かんないもん、ね、いや勝ちますけど。まあでもね、先週かな、葵が来たのは。葵はねすごい落ち着いてるよ。なんかね、余裕ではないだろうけど、なんかねすごい自信、秘められた、秘めたる自信を感じたね俺は。もう多分一回対戦してもう友香を見切ったっていう感じが俺は見切った、うん、もう友香の全てはもう分かったと。友香お前はもう死んでいるって言ってたよ、うん、聞いたことあるセリフですね、分かんないからでもそんな感じ、なんかねすごい落ち着きを感じたよ。全くその気負いとかなんかない、多分緊張とかもない、当たり前のように戦って当たり前のように勝つんじゃないかっていうのを感じたから、これはもうねこうなったら勝った方が面白いなって俺は思って。おい、おいってなんだ、おいってなんだ、おやろう、おいってなんだ、おい、やともか勝つんで。いやでもね、なんかそれはそれで面白いかなって。デビューから全く負けずにタタタタッといってともかまでぶっ飛ばしたら、確かにこれは面白いなって。面白いとは思うんですけど、まあ、そこは面白くさせません。その可能性が十分あるのが葵だと思うんで、うん、一気にいっちゃってほしいな。
まあただ、まあいつも言ってる方だけど、俺から言わせればどっちが勝ってもいいのよ。いい試合になってくれればいい試合になればそれでよし、まあこれでいい試合できればね、また次の後楽園とかもしかしたらクイーン戦がメインになる可能性だってあるわけだし、やっぱりそのクイーン戦は試合内容も自分はもうこだわりたいなと、うん、今までは自分のことでいっぱいいっぱいだったんですけど、その相手のことも含めて試合内容にもこだわりたいと今思っていて、うん、でこれはセミ、クイーン戦セミでメインがキング戦じゃないですか、うん、で後楽園初のキング戦で、うん、でもそのキング戦を食うような最高の試合にしようと。キング戦を食うってことはこの高見氏はこう食うっていうか、はいはい、ほう、代表よりいい試合に、ほう、最高の試合にしようと思います。これでお前負けた上にしょっぱい試合したらもうほんと坊主だよ。勝つんで丸刈り、あのちょんまげだけ残していい。やだ、ちょんまげ残して丸刈り、それはうん、あの負けてしょっぱい試合だったらもうあのちょんまげのみの頭になります。はい、それは絶対にやるので何が何でも勝ちます。じゃあせっかくね対戦カードテロップ出てるんでちょっと大きくしてもらいましょうか。はい、クイーン戦、稲葉友香対葵、クイーン1位の稲葉友香に、一気に3位まで上がってきた葵の、挑戦。まあここまで本当シングルで負けなしで駆け上がってきたんでね、わずか4ヶ月か、いや違う、 5.2 5月後半だったから約3ヶ月弱でここまで這い上がってきた驚異の19歳、なんと同い年、はい、見えないなしかも葵はこの日ね、そのスペシャルな一戦のためにいろんなことを考えてるみたいなんでね、もうそれはもう登場からちょっと派手に考えてるみたいなんで、入場からもうお客さんを引きつけることを企んでるようなんで、まあ入場、そして試合内容、結果、まあこれはねちょっとね本当に想像つきませんが、俺は密かに葵を応援しております。代表、その方がなんか面白いじゃん、じゃあせっかくだからそのレモン亜美さんのカードも出してみましょうか出るかな、ドドン、ドドン、音しか出ませんでした。あ、来た来た、はい、どっちがレモンか分かんないレモン亜美さん対レモン雪雪秋じゃない、秋だっけあ、そうだ、静か秋か紛らわしいな、はい、ブルドーザー亜美さん、これだけ見るとね亜美さんの方がでかく見えるけど、全然ね身長があるからね、しずくは。そうですね、身長がちっちゃいんで、まあしずくが当日何色で来るか分かんないけど、これで黄色で来ちゃったらねちょっと銃器対決になっちゃうから、ちょっと黄色は来てくるなよとしずくこれを見ていたら黄色は来てこないでください、はい、いっぱい衣装持ってると思うからね、黄色以外でお願いします。はい、ということで、じゃあせっかくなんで後楽園のカードどんどんいきますか。はい、次はなんだ、ドドン、はい、ユーリ、ジャストタップアウト、ラストマッチ、女子6人タッグマッチ、山形優、ヤコ、リズム対ユーリ、神楽美咲、柳澄香。まあ、ユーリがね、この、今大会でね、ジャストタップアウト退団して、どっかに行ってしまうということでですね、まあ、プロレスは続けるということなんでね、まあ、巡り巡ってまた再会することあるかもしれませんが、この、ずっこけ三姉妹とね、みんなが呼んでいる、この、令和2年組の3人が、これが最後、所属として最後のトリオを結成ということで、6人タッグで対戦相手がまた強豪山形優にヤコ、そしてリズム、もう先輩3人が組むんでね、これはもう実力ではね絶対この先輩チームなんですが、ただまあ言うてもこの3人は、即席トリオに対して一応このずっこけ3姉妹令和2年組のトリオはね、一時はね、私の発信によりユーリとスミカが不仲説なんかがありましたが、そんなことはなく3人で、仲良くやっておりますんでね、この最後のトリオで何かをこう爆発させて奇跡が起きたらなとも思いつつも、やっぱ実力ではね、どうかなっていうのもあるんですが、じゃあここはともかの予想いってみましょう。ドドン、ドドン、そうですね、まあでも2年組の3人の気持ちってすごく強いんですよね。気持ちは強いな、はい、うん、ほんと強いので、あと負けず嫌いで、なのででもかといって試合は気持ちも大切ですけど、気持ちだけじゃ勝てないですし、そう思うとやっぱり先輩方
プラスリズムが勝つのかな。でもやっぱり有利が最後っていうのもあって、2年組3人で力を合わせて勝ってもらいたいって気持ちもありますし、どうなんだろう全く予想になっておりませんが、まあなんだろう、有利にねしっかりとジャストタップアウトをねみんなで叩き込んでもらってね、うん、いい思い出になってくれればなと思っております。まあとにかくいい試合になればそれでよし、はい、でみんなでねいい形で送り出せたらいいなと思います。続いてドドン、はい、謎カードですね、なぜかこの謎の健一がですね、新田と組みたいっていう、まあ新田がかっこいいから組みたいっていうね単純な理由で、タッグ結成を呼びかけ、新田もね渋々、この健一ってしつこいんですね。デビュー前はねファイヤー克実にね、帰省してずっと、乱入してきたわけですが、多分まあ新田もそれを知っていたのでしょう。これ断り続けると延々とね、つきまとわれる、そう思ったんじゃないでしょうか。一度だけだぞということでタッグ結成、そして対戦相手がカーベル伊藤、イーグルマスク、まあ中京軽量級のね動ける選手、並びに UW 世界ライト級チャンピオンで、新たはインディージュニアと、ヤングドリームチャンピオンなのでね、まあチャンピオン対決にもなるわけで、で新たはね先日の前回のコラケン大会で三冠をなりたいって言って、このカーベル伊藤さんにね挑戦表明したんですが、断るあっさり断られてしまったんですが、もしかしたらこれをきっかけにこの対決を機に、ダブルじゃないトリプルタイトルマッチが組まれたりする可能性もなきにしもあらずということでね、で前ヤングドリームチャンピオンのイーグルマスもこのままね黙ってないと思いますので、先日はねまさかの竹倉龍也からね3カウントを取ったりもしてるんでね、何かが起こるかもしれない、いずれにしろ健一次第なのかなという感じです。続いてドドドドドン、はい、これね個人的にね大注目のね、タッグマッチ、カノン関谷対綾部蓮、ファイヤー勝美、まあこの中で唯一ねランキング外のファイヤー勝美、ちょっとこれはね本当に絶対いいタッグマッチになるっていうもうね、保証付き、まあこれでこけたらあれですけどもこけることはないでしょうというね、まあ研修生上がりの2人と、ランキング上位にいる2人のね、特にカノンとレンが今なぜか激しくやり合ってるんでね、なんかすごいレンの方がねカノンにガツガツいって、それにね、こうする形でカノンもやり返して、もうめちゃくちゃ今熱い2人なんで、そこに研修生のね、第一期研修生2人が入って、ものすごいこのテクニック合戦になるんじゃないかなという試合です。すごく楽しみな一戦です。続いてドド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 ン、はい、デビュー戦、夕張源太対十文字明、このね好対照な2人、もうほんと2人ともね実は北海道出身、夕張源太そのまま夕張出身、十文字明は帯広出身、北海道対決なんですが、このね顔見てください、もうほんと夕張の熊、うん、まあ一期研修生でファイヤー克実と関谷で、2期研修生はこの源太と明っていうところで、今後ねすごいいいライバルになってくんじゃないでしょうか。この2人がね、夢大会のオープニングマッチを飾ります。今日ね実はね会場じゃねえやスタジオに来てるんでね、後ほどちょっと出てもらいます。なんかねちょっとコメントが届いたようなので、明日のデビュー戦、明日じゃないです、明後日です、はい、明後日のデビュー戦楽しみにしてます。レモンシャツかわいい、ありがとうございますはい、よかったね、はい、コメントいただきました。レモンシャツ、やっぱレモン亜美さんに改名かなこれはね、はい、早くないですか。で話は飛びましたがね、この、夕張源太と十文字明、若き二人のねオープニングマッチ、間違いなく今大会に火をつけてくれると思いますんで、後ほどこの二人ねここに来ますんで、いろいろ意気込みを聞いてみたいと思います。あとあったっけ、後楽園もう一カード、大事なドドーン、はい、メインイベント、キングオブ JTO 7度目の防衛戦かな、今まで所属ほぼねレギュラー勢みんな倒してきて一巡して今回、勝ち上がってきた竹倉龍也と2回目の、ね、キング戦になるわけですが、まあ先日の前哨戦ではね、あえて
ぶつかり合って吹っ飛ばされて、その自分の耐久力を確かめたんですが、なかなかきつかった。うん、まあ龍也が今いくつ ?25、6ぐらいですかね。で私高見して今年48になりますんでね、もうちょっと体格差もあるしパワーの差もあるんでなかなかきついですが、やっぱこの2年ねジャストタップアウト立ち上げしてから割と竹倉龍也、カノン、綾部蓮、あとまあいなくなりましたが田村隼人などヘビー級の人間とねかなり激しく当たりぶつかり合ってきたんでね、その耐久力は以前にも増してね、アップしてると思うんでね、今回はもう、この間の前哨戦でもねあえてね技を受けまくったんですが、あえてもう体張ってですね、どこまでこいつの技を受けきれるか、ほんと耐久力勝負をしようかなと。もちろん体格差ではね、体格差パワー若さではね、竹倉龍也の方が上なのはもう間違いないわけですが、やっぱそこはね、ちょうど9月に私デビューしてるので、これがデビュー29周年みたいな形になるんでね、この29年ね培ってきたものをね全て出して、龍也の技を受け切った上で勝ちに行きたいなと思っております。後楽園で初めて行われるキング戦メインイベント、もうこれぞジャストタップアウトというね、素晴らしい戦いにしてみせます。クイーン戦には 100% 負けることはないと思います。はい、勝ちます。トモカは負けてちょんまげ以外坊主になって、ね、ランキング2位に下がるかもしれませんが、はい、まあメインはねしっかりと、竹倉の全てを受け止めた上で、勝って次に進みたいと思います。ちょっとねまあトモカもなんかやりたいことがあるって言ってましたが、私の中でもねちょっとやりたいことというかやらなきゃいけないことがねちょっと出てきてしまったのでね、そのためにちょっと指導しなきゃいけないところなんで、ここで落とすわけにはいかない一戦となっております。じゃあ、そろそろ入れ替えしようかな。まだでも30分経ってないな、もうちょっと行こうか。多分2人が来てもねそんな話膨らまない気がするんでね、アミサ1人でも膨らまないけど、うん、じゃあ、はい、この先の大会をちょっとねじゃあ紹介しましょうか。さあ急に振られたからスタッフさんテンパっております。頑張れ頑張れスタッフ。はい来ました。大阪大会、先週ね先週発表したんですがね、この11月21日大阪、豊中野にあるイナロクボックス、大阪といえば実はこのね、レモンアミサはね大阪どこだっけ、羽曳野。そうです、羽曳野出身。まあ割とね、デビューしたてにしてはこのリズムとトモカに挟まれてちゃんとドーンと羽曳野出身って書いてあるんだよね。ただまあファイヤー克実はもう超地元豊中出身ということでバカでかく載っておりますが、さらにね上の方に健一のところにひっそりと、兵庫県明石市出身、まあ大阪じゃないけども一応関西エリアということで一応ねひっそりと明石市出身って書いてあります。で左上に出てるこの謎のおっさん、このおっさんはですね、まあ二十数年前に出会ってですねプロレスラーを志したが、志半ばでね、諦めてしまった男が20年越しの夢実現、これ書いてる通りです。なんと年齢は私の1個上なんで今年で49になるのかな、49歳にしてデビュー。ただこのおっさんですね、デビューとかこういうなんかプロレスやるぞってなるとね怪我をしたりねコロナになったりでなかなか実現しないでここまで来て、やっとデビューできるかもしれない舞台がね用意されました。果たして彼がねデビューできるのか否か、それはねこの当日11月21、豊中イナロクボックスに来た人にしか分かりません。まあ久々のね約2年ぶりの大阪大会なんでね、多分このアミサとファイヤーとケンイチとこのおっさんの4人が頑張って超満員間違いなし、2年ぶりの大阪大会です。関西エリアの方はぜひねご来場いただけたらと思います。そしてはい、後楽園後最初の大会、9.23 埼玉レスル舞踏館、まあこれアイスリボン道場になるんですが、今回は JTO スペシャル、また男女一緒にやるあれなんですが、またちょっとレモンの
レモンにコメントこの前のエビから始まり今日はレモン T シャツよくお似合いですがどこで買いました。どこで買ったの。これプニューズっていうやつです。えプニューズっていうお店です。プニューズっていうお店で、あの渡辺直美さんがデザインをされてるお店です。あ、そう、そういう一応なんかブランドなのねブランドっていうんですか。 OK ということです。何話してたっけ。あ、9.23 あの JTO スペシャル、これは後楽園終わりの最初の大会で9月ね、2つしか大会ないんでね、きっと後楽園終わりでねいろんなドラマがまた生まれると思うんで、そこから派生した大会、試合になると思うのでね。で今回あの男女一緒 JTO スペシャルなんで、でまあこれができた時点でね有利の対談が決まってなかったんで有利は乗ってますが、この試合には有利は出ません。ただまあこのアミサと、このデビューするゲンタと、十文字明は、参戦予定でありますのでね、きっと、男女をギュッと詰め込んだ、好カードたくさん出ると思いますのでご期待ください。そして10月の大会がこちら、ドドン。はい、3度目となる横浜にぎわざ大会、まあ、横浜はね、なかなか暑いエリアなのでね、今回もガールズとねハウス男子女子分かれてやりますがね、でこちらもね有利乗ってますが、これもねちょっと早々と作成したので有利乗ってますが有利は出ません。まあこのブルドーザーは出ますはい、な感じで今決まってるのがこの後楽園以降は、わらびと横浜と大阪大会、そしてですね、その後に、11月の後楽園大会のタイトルも決まりました。ドドン、はい、いただき、これ初めての、ね、タイトルですね、頂点の頂と書いていただき、まあ、これが何を意味するのか、まあ、11月は毎年ねタイトルが変わるんですね。割と7月9月とかは同じタイトルで来てるんですが、11月ね旗揚げの年は確かオン、まあ、ライガーさんとね、私がやりたい恩返しをしたいという意味でのオンで、で去年がラン、因縁のあった日野裕二とのね対戦のラン、そして今回はいただき、さあどういうねあれになるかはちょっとねまだ全く見えておりませんが、まあこれはちゃんとねみんなブルドーザーもいるし、十文字夕張みんな入っておりますが、まあこの時点でね11月なんでまだ何も見えておりませんが、一体この時点で誰がキングで誰がクイーンなのか、まあ、キングは高道のグですがね、クイーンはもしかしたらコロコロ入れ替わってる可能性もあるんでね、はい、こちらも、次の後楽園大会からね発売予定であります。現在決まってる、大会は以上となります。じゃあ、最後に後楽園に対する意気込みを改めて言って、はい、ファンの皆様にファンの皆様を引きつける最高のメッセージを言ってみろ無茶ぶり大事だよ、はい、まあ、静川亜希選手ってことですごく体格も大きい選手ですし、パワーもある選手で、うん、まあ、自分はガールズの中では一番大きいので、うん、その体格を、まあ、恵まれたっていうのか言っていいのか分かんないですけど、うん、こういういい体格でデビューできるので、うん、まあ、全力でぶつかっていって、うん、勝ちたいです。勝ちます。お、生きたな。静岡に勝ちます。よし、ブルドーザーらしくドカンとやったれ。はいじゃあもうね、クイーンでラジオ出ることはないかもしれないけど、もう絶対に防衛しますから。いや全然頼りないんだよな。まあいいや、じゃあ言うてみはい、葵とはもう葵がJT を入ってから女子寮で一緒に住んでて、ですごく仲がいいと思っていて、姉妹、双子のような姉妹のような関係で、だからこそ今回クイーン戦は最高の試合になるとも思ってますし、もちろんクイーンに対する気持ちは誰にも負けないくらい自分が強いと思ってるので、必ず防衛して、そしてやりたいことを発表したいと思います。一撃必殺トンカ切り、おっいいな、こういうの持ってるとな。なんか言ったらドド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 ドとか、なんかブルドーザーらしい決め台詞あった方がね楽だよ。なんかこのマイクとかでもなんかぐちゃぐちゃになってもそれさえ言えばとりあえず閉まるから。ドド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 ド。いいじゃん。
まあそんな感じでね、後楽園でデビューするブルドーザーアミサと、クイーン2度目の防衛戦の稲葉友香でした。じゃあね、続いてね、男子にちょっと入れ替わってデビューする2名来てますんでね、じゃあ女子はここで退散になります。さよなら、さよなら、気をつけて帰ってください。アディオス。さあ、先ほどね対戦カードが出ましたが、第1試合で後楽園ホール第1試合でねデビューを飾る若き、若いのか若いか、若そうに見えないけど若い。さあ、ささっとささっと座るんだ。はい、若き2人が来たので、じゃあまず自己紹介いこうか。はい、9月2日後楽園ホール在外でデビューします夕張源太です。よろしくお願いします。はい、9月2日後楽園ホール大会でデビューします十文字明です。よろしくお願いします。2人とも言うこと全く一緒言うこと全く一緒だな。まあ2期研修生がスタートしたのはこの春か。そうですね、この春入ってきたから約5ヶ月ぐらいくらいですね。5ヶ月でデビューに到達したね2名ですが、年が十文字が19歳で、21ですね。21、もう2つしか離れてないんで、夕張と帯広、まさかのね北海道2人で、まあ葵も北海道なんでね、この若き北海道トリオなんかがね、揃ってしまうわけですが、じゃあまずどっちから行こうか。まあどっちからでもいいや。まあ勝つのは絶対勝ちますのは当たり前だけども、まああと自分のそのセールスポイント得意技とかそういうのなんか、ね、今更もうねお互いずっと練習してぶつかり合ってるから隠す必要はないと思うから、まあ、練習でもなぶつけ合ってるわけだから、その自己 PR 的なものをじゃあクマから言ってみよう。そうですね、僕はまあ研修生の中で一番体重が重いというか100キロ唯一あるんで、はい、まあ、もちろんその体重を生かして、まあ、踏みつけて、うん、踏みつぶして、踏みつぶす、ペラペラにしてやろうかなと思ってますよ。本当に。なんか言ってることは竹倉龍也みたいな、龍也もペラペラにしてやるって言ってたから。本当紙みたいにしてます。紙みたいにしてあります。得意技は？得意技そうですね。ストンピングあえて、まあ、踏みつける。そうですね。踏みつけてペラペラにする。わかりやすくていいな。どうぞ。自分はですね。まあ、自分で言うのもあれなんですけど、うん、研修生の中で多分一番運動神経がいいんじゃないかなって思ってるんですよ。確かに運動神経はいいよな、うんうん、まあ運動神経いいんですけど、まあ、その中でも結構打撃っていうか、うん、パンチとかキックが得意なので。なんかやってたんだっけ。まあ高校の頃にちょっとだけ格闘技をかじってました、うん、ああそう、うん、そう、それでまあボコボコに殴って蹴ってボコボコにしてやりたいと思います。顔面殴るのはプロレス反則だからね、はい、顔から下だったらいいけど、うん、まあ確かに運動神経はいいんだよな。運動神経はすごくやってる。怪我が多いんだよな、うん、運動神経多いやつにありがちなんで、俺も昔運動神経だけでプロレスやってて怪我ばっかしてたから、ね、それを克服しないといいレスラーになれないよ。だからね、いいレスラーは怪我しないさせないだから、うん、怪我しないさせないで相手をぶっ潰す、怪我をさせるのが目的じゃないからねプロレスは。で、得意技は何になるの。得意技はですね、うん、ペナルティーキックですね。お、走ってバチンって蹴るやつか。そうです。すっごいやられるの嫌なやつ、ね。うん、まあ、練習でもちょいちょいやってたよな。ただなんかな、いつも角度がな微妙なんだよな、うん、まあ、どんどん磨きをかけて、そのね格闘スタイルの男子ってあんまりいない、うん、あんまりっていうか全然いないな。いないですね。そうだな。そのね格闘スタイルを磨き上げて、この夕張の熊にぶち込んで、どうだろうなこれな。俺はちょっと予想つかないけど、まあ予想というよりはいつも言ってることだけど、いい試合になってくれればそれでよし。なんといってもやっぱ後楽園ホールの第一試合だから、まあ、第一試合っていうのは本当メインイベント と並ぶぐらい大事だからね。お客さんが会場入って最初に見る試合だから、その試合がダメだったらなんだこの団体はっ
ってなっちゃうんだよな。すごく重要だよこれ本当。まあ、2人も多分プロレスファンだったから分かると思うけど、で会場行ったこともあるかもしれないけど、やっぱ第一試合つまんないとその後乗れないんだよな。そうですね、うん、やっぱそこで掴むか掴まないかとても大事だし、お客さんも注目してると思うから、まあちょっと前にね、3月かな、ファイヤーと関谷が同じ後楽園でね、あの一期研修生対決でデビューしたけども、2人はもうそつなくこうしっかりとね、技は対してなかったけども気持ちを出した戦いをしっかりしてくれたから、うん、やっぱそれに続いてほしいよね、うん、やっぱこの研修生としてゼロからいろんなことを学んできたものを全て出し切って、うん、でかといってね技に頼ったりするわけではなく、しっかりと気持ちを出してもらいたいわけだ、はい、じゃああと目標とか夢をじゃあ語ってもらおうか、せっかくだから。目標、熊の目標は熊の目標、僕は初めてプロレス見た時に、うん、その見た会場が東京ドームで、あ、そうなの、はい、夕張なのに東京まで出てきた。いや、じゃあインターネットで見て、ああ、なんだ、はい、で、もう本当超満員のお客さんを沸かせられるってすごいことだなと思って、だから目標としては夢はやっぱり東京ドームのリングに立ちたいなっていうのありますね、いつか。でも夢は大きく、いいね、はい、夢は大きい方がいいよ、東京ドームで試合がしたいと、はい、OK、 はい、自分はですね、まあファイトスタイル的に、まあ、さっき打撃とか得意って言ったんですけど、うん、結構締め技も結構得意として使うんですよ、うん、これってすごい、なんていうんですか、 JTO ルールに適しているのかなって思って。いいじゃないそれは、うん、デビュー最速でキングの座を狙いたいかなと、下克上来たね思います。行ったね、はい、そしたらもうデビュー戦からこのクマをね締め落とさなきゃいけなくなっちゃうよ、クマ、うん、殺し決めないと、うん、でもなかなか打たれ強そうだよこいつは。打たれ強いですよ、うん、相当打たれ強そうよ、うん、でもう十文字はなんかすれば怪我するイメージなんだな、うん、それがちょっと怖いんだよな、うんうん、本当怪我しやすくなるとそれが癖じゃないけど、なんか本当ひどい選手だと試合のたびに怪我するやつとか出てくるから、うん、やっぱレスラーってね、もう本当1週間とか寿命で連戦したりもする時もあるわけだから、耐久力、体の丈夫さすごく大事だから、そこが心配だよな。まあでもまだ19歳だもんな、19歳の時俺何やってたかな、あ、プロレスやってたの笑われちゃったまあ東京ドームいいね。そうですね、でも東京ドームっていうと今やってるとこって新日本プロレスぐらいしかないじゃん。そうですね、まあ、新日本プロレスにでの東京ドーム大会出るのか、もうジャストタップアウトを東京ドームまで導くのか。いいですね、やりましょうぜひ。じゃあ熊の力で、僕の力しっかり熊になっちゃってるけどなんか熊の方が良かったんじゃないかな、熊っぽい。それはちょっとあれなんだ、熊源太熊源太です、夕張源太、東京ドームまで導いてくれよ。ぜひ。すごいな東京ドーム。東京ドームはでもね、広すぎるよ。本当ですか。うん、マイクすると反響するし、試合しててもあんま伝わらないし、うん、お客さんから見ても肉眼で見ると米粒だから、ね、みんなのビジョン見てる感じだから、うん、ドームは雰囲気を楽しむところだから。うん、まあでもその夢をじゃあ。ジャストタップアウトで叶えておくれ。そうですね、ぜひ2人のイベントで、頑張ります。2人の金の戦で5年後ぐらいに5年も経てばさすがに俺もキングから落ちてそうだからな、うん、もう50何歳になってるから、うん、どっちがキングかわからないけど、うん、まあでもあれよね、練習で見せたけど三角締めとなんか変形のスリーパー、アナコンダチョークですね。うん、何それ名前があるのかアナコンダチョーク、蛇の首締め的な、はい、なんかね特殊なね動きをするのね、うん、あれやっぱりその何格闘技柔術とかのあれなんかな。そうですね、それ見て学びましたね。そうか、そのさ阪神タイガースみたいなシャツは何、これは好きな格闘選手の T シャツです、ちなみに誰、山本キッタ則文選手のクレイジービーっていうジムがあるんですけど、阪神タイガース、阪神タイガースじゃないんだな、じゃあもうそういうのをいっぱい見て盗んで、はい、まあ身長はな多分熊の方が大きいよな。そうですね、170、うん、で体重も100キロあるわけだろ、
何キロ80ないだろう。70キロですね。軽いな。そう軽いな。そんな軽いのか。もっとあると思ってた。めっちゃ軽いな。それで膝怪我しちゃダメだよ、うん、そうか。まあ細い分 細くはないけど、小さい分やっぱ動きでねカバーして、で源太はもうのしのしと本当そのスタイル通りの動きをしてもらえたらなと、お客さんもねかなり期待してる部分があると思う。ジャストタップアウトの第一試合なわけだから、はい、うん、に出てくるってことは絶対やってくれるってお客さんも分かって思ってるはずだし、うん、でまあ俺から言わせればね、どっちが勝ってもいいのよ、いつも言ってるけど、いい試合になってくればいい。俺もうあの泥試合みたいになって、もう本当にあのプロらしからね、もうボコボコやり合うような試合とか、お客さんが望まないような展開試合にはしてほしくない。しっかりとプロ のわずか 4,5 ヶ月かもしんないけど、ここで培った技術をと気持ちをしっかり出して、うん、あの第一試合からお客さんを引きつけてくれたらなという感じです、はい、じゃああと数分しかないから、もう一回改めて意気込みとお客様に見てる方々にメッセージを、はい、熊池、はい、なんならあるなら決めゼリフ的なこと言ってもいいんだぞもしあるならな、決めポーズでもいいや、うん、まあそうですね、まあ、うん、まあ後楽園ホールの第一試合、まあ本当に大役を任されたなと、もう本当に勝つのは当たり前、そして、まあ、試合内容でも本当キング戦も食ってやるっていう勢いで食われた。でもちろん、うん、ね、もう、うん、まあ、見てる会場に来てくれたファンの方が、うん、あ、源太の試合良かったななんてみんなが言ってくれるような試合にしたいですね。いいね。いいね。あ、出た。じゃあ呪文字。そうですね。まあデビュー戦って一生に一度しかない大事な試合なんで、しかも後楽園ホールの第一試合ということで、もう新人にしかできないもうバッチバチの試合をして、もう第一試合からもう大盛り上がりの大会にして、まあ絶対に勝ちます、うん、まあこんな感じでね、双方からね、下克上発言がありましたが、まあ非常に頼もしくて良いと思います。まああのね、じゃあスタッパートも良ければどん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 チャンスを与えられて、そのじゃあランキング制があるんでね、現在研修生上がりでランキング入ってるのね、関谷のみ、ファイヤーでさえまだランキングしてないんで、彼らがね一体どのタイミングでこのランキングに食い込んでくるのかで、果たしてどのくらいのね、期間でこのキングまで到達できるのか、もうね楽しみしかない、うん、若さもね、あるし未来しかない、ね、じゃあスタッパートの9点にコラケン大会夢、まさにこの本当に大会タイトル通りね、この夢源太と十文字明と、ブルドーザーアミサ3人がね一挙デビューというね、コラケン大会、きっとここからいろんなものが生まれていくと思うんで、この結果と内容次第ではもうその後すぐのねわらび大会でいきなりランキング待ちなのが組まれる可能性もなきにしもあらずなわけなんで、ぜひね皆さんこの後楽園大会もう本当直接生で直に見てもらいたい、現在ですね、チケットピア、ローソンチケットでねまだチケットの販売中、プラス、ジャストタップアートオンラインショップ、あるいはこの各選手のねチケット専用オンライン、チケット専用のねラインアットなどもございますので、そちらでねチケット購入もできますのでね、ぜひご来場いただいて、ジャストタップアウト、これぞジャストタップアウトっていうね、競技性高きプロレスを楽しんでいただけたらと思います。あと10秒になったので、じゃあ締めに入ります。じゃあ皆さん、来週はもしかしたら稲葉友香の独演会かもしれません。ではまた来週、ありがとうございました。